皆さんこんにちは、ゆうです。今回は4月のセットアップをしていこうと思うんですが、今まで使っていたこのサニー手帳から新しく迎えたトリンコ高橋手帳のトリンコ7番、4月始まりの手帳にセットアップをしていこうと思います。で、今回はセットアップなんですけど、いつもだったらこのサニー手帳の、この3月を4月に移すっていうだけなので、この仕事のページとかも移すだけなので簡単なんですけど、こっちに移行してみようと思うので、いつも以上に長くなると思います。なるべく短めにしたいとは思うんですけど、長くなると思うので、皆さんも作業をしながら、手帳タイムを取りながら、こうコーヒー飲みながら見ていただけると、見ていただけるとっていうか、流していただけると嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。では早速移動していくんですけど、これ去年使って分かったんですけど、4月始まりの方がここはね、ちょっと縦に長いんですよ。多分去年はどっちがいいかなと思って7と6を一緒に買ったんですよね。で、6っていうのはこういう縦割りじゃなくって、普通の週刊レフトタイプ、横割りの週刊タイプなんですけど、どっちがいいかなと思って両方買ってみたんですけど、確か6の方が4月始まりだったんですよ。ネットで買ったんですけど。そしたらここの幅がちょっと違って、6と7の差なのかなと思ったら、多分4月始まりと1月始まりの差みたいな感じでした。サニー手帳と比べたらちょっと縦長ですね。ここの1日のスペースちょっと縦長で、ここのスペースがない状態。ある月もあるのかな。まあ、日付で余ったらあるって感じ。こっちは余ってなくてもあるって感じ。で、ここのスペースがあるのは一緒です。では4月のセットアップをしていきましょう。今日は3月の22日なので、まあちょうどいい感じですね。こういうのは多分手帳に貼るから取っておきます。このビニールのカバーを、この音も私好きなんですよ。だから学校、小学校の時に教科書にこういうカバーをつけるのをみんなやってたんですけど、本読む時とか教科書読む時とか、ついついこうやってここカシャカシャやってしまって、隣の人に うるせえって言われたことあるんですけど、この音が好きなので。つけておきたいっていう気持ちはあるんですけど、そうするとペンホルダーが取れないので外しちゃいます。去年実験的にここだけ切れ目を入れてペンホルダーを出してみたんですけど、まあそこから避けていくので、そういう無謀なことはやめました。で、中に入ってるのはこういうリーフレットが入ってます。2つ入ってて、この7番、トリンコ7番の使い方みたいなのと、あとトリンコ全種類のこんなのがありますよっていうリーフレット、11番までですね、あります。確か11番って2024年から出てきたんじゃなかったかな。で、どの種類を見ても安いんですよね。ほぼ日とかに比べると全然安いので、ちょっと引かれちゃいますね。まあでも紙がコモエリバーじゃないんですよ。普通の手帳は高橋っていう感じの紙なので、1日1ページになるとほぼ日のオリジナルよりちょっと厚いかなっていうぐらい厚みはあるんですけど、でこういうのも基本的には入れたままにして使うタイプです。で、高橋手帳トリンコシリーズのここのカバーはなんかね、ふわふわしてるんですよ。油性のボールペンでピッてついちゃったら
どう頑張っても取れない感じの、なんていうんだろう、デザインじゃないや、革じゃないな、ビニールなので、そういうのを、汚れとかを愛着が湧く人はいいけど、綺麗に使いたいっていう人はさらにカバーかけた方がいいかなって思います。それかもうこれつけたまま過ごすか。ちょっとこれは後で入れますね。4月始まりはどの手帳も買わない予定だったんですけどね。あそこにあのタイミングで紅茶の方に行ったのが悪かったか。でサニー手帳はトモエリバーなんですよ、紙が。なのでこう使い終わったページをめくるときにペラペラいい音がするんですけど、高橋手帳はしっかりしてるのでペラペラっていう音じゃなくて紙のパキッっていう音が書いた後もします。で私はここの年間カレンダーは休んだ日をマークしてるんですよ。去年までは仕事をした日をマークしてたんですけど、そしたら仕事した日多すぎてなんかってなったんで休んだ日をマークしてます。休んだ日っていうのは私の仕事のやり方は今日はオフにしようとか自分で決めれるんですよ。あの締め切りがいついつだから今日は休めるとかこう計算して、で丸1日オフにした日をマークしてます。で最初丸をつけてたんですけど、このなんていうんだっけ、ドットマーカーをセリアで発見して買ってからなんか楽しくてドットマーカーにしました。あ、でこの高橋手帳メモ帳が足りない件は、高橋手帳のこのメモページをコピーしたものを4枚用意してます。これを貼っていきます。一応2023の夏から休んだ日をマークしているので、こっちでここで写していきますね。ここは早送りでいきましょう。私の使ってるドットマーカーはセリアで2色で100円のもの、カラードットマーカー、ウォーターベースインク、こっちがドットでこっちが普通のサインペン。結構可愛い発色ですよね。カメラ越しでだと普通のピンクなんですけど、ちょっとだけ蛍光っぽくてオレンジがかったピンクで可愛いです。フリクションでこれ出るといいな。ドットマーカーとか手帳とか動画で言ってると本当に出るかもしれないから言っておこう。裏抜けも大丈夫。ここめっちゃ8連休です。でもこれは意図したものではなくて、ただただ仕事が来なかったっていう、そういうこともあるのでハラハラするんですけど、今はレギュラーの仕事を一つもらえてちょっとだけそういう不安からは逃れられています。こんな感じで全然土日祝関係なく休むんですよね。どっちかというと私は平日に休む方が好きです。どこ行っても空いてるし、あの火曜日のイオン火曜市は鬼ですけど、基本的にどこ行っても空いてるので、ご飯食べに行くのも空いてるし、なので金曜日に仕事が入って月曜日にアップしてくださいとか言われるのが嬉しい。ちょっと6月までずっと働き詰めだったわけではないんですけど、手元にある手帳に残ってる記録が7月からなのでここから書いてます。メインは24だからいいんです。3月はまだ2日しかオフ取ってなくて、今日も夜ちょっと仕事しようと思ってるんで完全なオフではないです。サニー手帳避けますね。ハビットトラッカーつけれないのか、じゃあ余計にスタンプの日付のハビットトラッカー用スタンプみたいなの欲しいかもしれない。これつけとこう。これ付箋ですけど、これね前紹介したハビットトラッカー用の付箋でも1種類しかね、ここで1種類しかハビットトラッカーつけれないので、あとここでつけるしかないか。結構なんか普段全然書いてないブログとかも書く、ここにタイトルは書いてるんですけど、あ全然最近書いてないなとか、ここにタイトルがあるだけで思い出せるので、あそういえばこのブログ最近書いてないから書こうとか思い出せるんで、タイトルを残しておきたかったんですけど、ちょっと書く場所がなさそう、こっちには。そっか、それがなかったか。意外とこのページ
重宝してたんですね。じゃあ4月からいきますね。まずはゴミの日チェック。いつも使ってる燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ。あれ、これ違うな。これ新しい子だ。こっちか。新しい色を買い足したらこのデザインが違ったんですよね。古い方でつけていきます。4月1日月曜日から始まるのか。燃えないゴミ第1第3。27の気落とし、どこに書こうか迷って、あとは誕生日とか命日とか書くんですけど、後で書きます。でサニー手帳との違うところが、月間ページの次に週間ページが来るんですよね。サニー手帳は月間ページがずっと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12ってやってから週間ページが始まります。ほぼ日形式。ここに線を引いていきます。消えないペンでね。ヘッドストリームライトタッチインクなんですけど、めちゃくちゃ軽い。あのアクロボールみたいな。ともゆりがほぼ日手帳のおまけっていつも普通のジェットストリームなんですけど、出なくなったりするんですよ。紙との相性だと思うんですけど、でなんでそんな相性が悪いペンがおまけなんだってずっと思ってるんですけど、このライトタッチインクだったら出なくなることないかもしれないですね。今一生懸命とじ手帳をセットアップしてるんですけど、システム手帳も併用してるんですよ。今来年どっちにしようか迷ってるので、だから後でそっちもセットアップしなきゃいけないんですけど。でここにもゴミの日、このスペースが嬉しいんですよね。地味にサニー手帳はこれしかないんですけど、高橋手帳はこの週間ページのあとまたマンスリーが来るので、ここに次の月の週間が薄く載ってるんですね。でそれがちょっと嫌だなって去年は言ってたんですけど、もうここは大胆にメモに使うといいですよね。経費とか月末に必要なメモを書いておくのにいいスペースだなと今は思います。サニー手帳にはこれがないので使いやすいっていう面はあるんですけど、経費をメモする場所がないので苦労してました。ここの狭いスペースに書いてました。せっかくなのでなんかシールでも貼ろう。うさちゃんもったいなくて使えない。でもこれ4月30でしょ、ゴールデンウィークでしょ。それが明けたらやっとうさぎの専門店に行く予定があるので、可愛い子と出会えるようにうさぎ貼っとこう。ちょっと仕事がメールでね、いつも仕事が来るので、アップルウォッチがブルって言ったらこう見ちゃうんですけど、なんかアップルウォッチとかスマートウォッチってスマホと連動してるから、そういうなんていうの、お知らせが来たらパッて 見ちゃうじゃないですか。なんか時間気にしてると思われてちょっと嫌なんですよ。なんか相手が、あ、この人時間気にしてるって思ってるんじゃないかなっていう勘繰りが私はしてしまうので、ブルブルって言っても見ちゃダメだ、今見ちゃダメだみたいな感じになります。この間マイルドライナーも新色っていうか私が買ったことない色を買ったので、マイルドダスティーピンク、私がこのネーミングセンスがすげーって言ったんです。よし、これで4月の経費はここにかけるでしょ。いや
ゴールデンウィークですね。今年はどうなの？なんか短くない？普通の会社の人、私はそんな関係なく仕事の時は仕事なんですけど、なんか何のハビットトラッカーつけるかわかんないけど、あとこんなにスペース取るのはなんかな、もったいない気がする。このぐらいのが欲しい。マンスリーはここで開けるので、紐は週刊ページに、あと仕事のメモするページに一つで、こっからメモなんですけど、こっから使ってたら間に合わないっていうので、間に合わない、足りないっていうので、その前のページこっからこれを貼っていきます。これのコピーだからサイズはぴったりすぎるはずなんですけど、とりあえず起動。そしてこういうことはやんなきゃいけないから、今回は長くなりますという話でした。今日はいい天気すぎてコンビニに散歩に行きまして、カフェで買ってきました。でもギリギリの本当の大きさで切ったら、貼ったら大変、私の不器用だと大変なことに、ちょっと小さめに切ってきます。これでちょっと小さめな仕事が来たので、メールを返します。あとこれ、ここから一回切った方が綺麗に貼れるのかな、真ん中。さすがに大和のりじゃなくてスティックのりで、いつもはこうのり付けした紙をめくる音が好きだから、大和のりで貼るときは貼ってるんですけど、それをページとして使うとなると、ね、よれてると使いにくいそうだから、どうしよう、テープのりじゃ剥がれちゃうかな。ちっちゃめに切ったはずなのにギリギリなんですけど、テープのりって最初出たときやばーって思いませんでした。修正テープもそうですけど、4月が見えるけど、今ピントが死んだ音がした。本当にすぐピントがダメになる。カメラが熱くなるとそうなるかな。同じページをコピーしてるのにこんなに差があった。おお、ちょっと曲がっちゃった。こんな感じかな。若干ね、貼ってるぞみたいな感じはするけど、これでメモページが増えました。足りるようになりました。でここに仕事のページを4月分ね作っていきます。すごい軽いですね。ライトタッチインクすごい。ここがちょっと狭い感じがするけど、前もこうやってやってたので、じゃインクサラサラすぎてたらドバドバ出てくる。が大きいんですね。多分グレーがめっちゃ濃くのってるのはうちのコピー用紙だからです。そんなにいい紙使ってないんで。4月の祝日29で、これが一つ目でしょ。軽いインクもう一つ必要になったんですよね。これが逆に足りなくなるんじゃない。よし、でこれで4月分できたんじゃないかなと思います。バイブルサイズの方はまた違う動画でやっていきたいと思います。かなり長くなりましたし、無言の時間が多かった動画だと思います。ここまで見ていただいた方、本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。バイバーイ。